シュールだなシュールだなすごいシュールなガングレビューですねあ風来きてるきてるきてる違うんだよ母ちゃん <laughs> こう考えると獣王者の問いも奥が深いなおたはのあ兄を忘れようボタファイムニダだ 動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファーです。今日紹介するのは、これだお隣、韓国、パワーレンジャーアニマルフォース、キューブアンモーナイト。そして、特典でもらえる、キューブペンギンだ <laughs> <laughs> おー、全国のガンゲヤロウ集結せよというわけでね、早速行きましょう。の前に、ここから見始めた方のために、この韓国オリジナルの、パワーレンジャーアニマルフォース、 まあ、日本で言う動物戦隊獣王者の吹き替え版が2017年から始まって少しずつ再放送を重ねていき、まあ、足掛け5年ぐらいで、えー、ここにあるようなね、えー、玩具が発売されてて、えー、僕はそれを一気にね、まとめて変形型にさせている動画があるのでそっちもね、ぜひ合わせて見てください。まあ、あいろいろ発売された中でキューブアンモナイトが発売になりました。これすごアンモナイトってあれでしょあの殻があって でえここから触手みたいのが出て,出てるあの化石とかのさあれだよね古代生物あれがこのようになりますね合体しますでそれから得点でもらえるこのペンギンなんだけどもこれもえリカラーアイテムとなっていますねこの2つじっくり見ていきましょうじゃんキューブアンモナイトのキューブモードですこれねアルファベットの K になっていますえ他の タイタンキングとかと同じようにアルファベットなんで、まあ今ここに全部はないんだけど、A, B, C、あ、ごめんなさい、A, B, C, D, F, G といった感じでね、K まで発売されたということですね。これ嬉しいですちなみにこれはリカラー元がキューブオクトパスといい、この時はね、キューブウェポン、武器の扱いだったんですね。あの武器のやつっていうのは、 他のサイズより小ぶりなんだけど、ちょっと大きく発売されたっていうのが特徴でした。まあ今回は、いわゆる変形型ロボの扱いのような大きさになっているっていうところが嬉しいですね。アルファベットで統一されています。よく全体の成型色はミントグリーン。ガムのような美味しそうな色ですね。ところどころ。塗装が施されています。造形はそのキューブオクトパスと全く同じです。色味は同じグリーン系なんだけど、やっぱりちょっと違ってて、塗装の箇所が 今回のアンモナイトの方が多いですねこんな感じですでこれがね変形しアンモナイトになるとこれすごいんだけどさ先にこれあのオクトパスこのタコを変形させてその違いを理解した方が楽しめるかも元のやつっていうのは、まあ、タコといえばね足がありますよねこんな感じで変形させるんですこんな感じで8本の足があって展開すると、まあ、こういうふうになると これタコですよね。ああ。誰がどう見てもタコだと <laughs>。これアンモナイトの変形面白いです。それでは行きましょう。これはね、変形させるとき、このオレンジになっている部分を残し、ここをね、全部開くという感じなんです。だから8個じゃなくて4個。このように開くと、じゃん。これで変形完了。アニマルモード。えー、アンモナイトですね。すげえ。<laughs> で、ここ、残り全部開けば、オクトパスと同じ造形になるんだけど、まあ、このようになります。改めて、アンモナイトといえばさ、あの化石でさ、まあ、ここは貝殻みたいになってて、でね、確かに目があるよね。目があって、なんかここに触手みたいのがシュワシュワって出てるような、貝のような、貝のご先祖様みたいな古代生物。はあ、<laughs> こう、こういうところすごい好きだよな。韓国のこのオリジナルって、 この塗装がね、ぶっ飛んでて、発想が面白いんだよなちょっと開いてみましょう。目はこういう風になっています。こうなんですね。で、えー、全部開いてみようか。全部開くと、こういう風になっていますね。だからタコだった頭部はどこにあるかっていうと、おこれですね。これが頭部ですね。目が。よーく見ると目があって、墨を、墨を吐く口があったりとか。 という感じですちょっと並べてみる色が違うだけで、うん、全然違って見えます。あ、これちょっと回転ギミックがあるんだけど。ちょっと待って。<laughs> こんな感じですね。あ、全然違うよ。違うんだよ、母ちゃん。これはよく考えたな。ちなみに戻すとき、えー、どこが正しい位置なんだろうなってちょっと分かりづらいんですね。これね、えー、逆に考えると、展開するところはこのミントグリーンのとこで、ここは残すと。 だか、これを元に戻したいんだけど、配置するときはえ、ロボットの時にね、ここを展開すると、ロボットの顔が出てくるんだけど、これを上にし、元に戻してあげると、目の位置が正しいところに来ると。こうやって覚えます。これで変形完了。アモナイトですね。お、面白い。本当によく考えたよな <laughs>。うん。よく考えたと思いますね。 で、オクトパスの時さっきぐるぐるぐるって回ってたんだけど、このアンモナイトの状態ではちょっとできないんだけど、全部を展開して、えー、ぐるぐる回していくと。ちょっとやってみましょうか。ここを回す。ちょっと待ってね、きれいに回す。こうしときましょう。こうですね。この状態でぐるぐる回す。カチカチ言うまで回して、で、ここ、えー、 下を浮かせるような感じですね。このようにね、回ります。結構ね、長いこと回ってるんだよね、うん。電力、電池を使わないギミックって結構、なんていうか、アナログ感があって、いいよね。こんな感じになります。<laughs> こういうの最後まで回したいタイプなんだよな。頑張れ、頑張れ。よいしょ。<laughs> といった感じです。 えー、アンモナイトの遊び方はこんな感じですね。ちょっとじゃあもう一回元に戻しましょう。もうま,とまとめると頭部が来るところが上になりこの色がついてるところで元に戻してあげるとこういう感じですね。さあそしたらあそうだ比較もしたいですねちょっと、ね、急いで変形させようラビットライオンがラビットこれすごいよねよーく見るとねライオンの目があるんだけどこのラビットの目でごまかせちゃうっていうね。 で、えー、グランパスキューブシャークがシャッ、えー、グランパスだからシャチですねこれも面白いし、えー、最後はボールドイーグル白頭ワシこれですね他のキューブアニマルと並べるとこんな感じですねさあそしたらねこれで動物合体させようか動物合体うんじゃあちょっともう,もうこのまま行こう <laughs> そんなに難しくないしね それぞれをキューブにしここから行きましょうか行きます C B A でこうなりえビッグタイタンソードこれを取り付けて このようにすれば、これででタタインンキングですね。ここから合体していくわけです合体のさせ方はとても簡単でここを開きますちょうどきれいにこういう形になるようにしたら頭部を外すこのように準備したらアンモナイトはここを起こします頭部が出てきてこのポーツパーツが外れます そしたらこっちが背中側に来ますこうですね接続ジョイントで合わせて合体させて最後にこれを頭部に取り付ければ合体完了「タイタンキングアンモーナイトだ」だ <laughs> お合体しましたねこれで4体合体になりますねシルエットがあのタイタンキングの時と比べるとねガラッと変わりました ちょっと手で持ってみようか。まぁ、四体合体なだけあってね、ちょっと重くなってるかな。まあ、ビクキングソード。まあ、タイタンキングソードを外してるからね。まあ、ちょっと、まあそんなに重量は変わらないけどね。見栄えかなり変わりましたね。頭部のアップ。オクトパスと造形は同じなんだけども、カラーパターンね、少し違ってるんだよね。この頭部の造形かっこいいね。あの、海の神ですね。ポセイドン。あれを放出させるかなという感じですね。 これがジュウォーキングオクトパスですね。こっちが元になります細かいんだけどねカラーパターンが少しだけ変わってて例えばねここ1234列で大きな角を作ってます今回のアーモンモナイトのやつはよーく見ると2つ2段になってたりとか薄い色味のイエローゴールドがこうつながってる感じのメットパーツになっててでこっちはさながらヒゲが生えたようなアレンジになってる あとはギミックですね。さっきお見せした通りです。カチッと言うまで用意して手を離すと。こんな感じですね。<laughs> この夏にすごくいいあの扇風機みたいな感じだね。止まるまで回るって感じですね。あ微妙に風来るな。ちょっと風きますね。これ、こっちと一緒に回してみよう。ちょっと待ってやってみたい。 あ、こっちが止まる。あ、ちょっと待って、もうちょっと回そう。このくらいお、勢いがついてきた。シュールだなシュールだなすごいシュールなガングレビューですね。あ、風来てる来てる来てる。この時期いいね。頑張れ。頑張れ。どっちが止まる先に止まれあ、ほぼ同じだ。タイタンキング、アモナイトの遊び方は こんな感じ。さあ、そしたら最後はこれですね。キューブペンギン。得点でもらえるやつです。もうこれまずキューブモードから見てこう。これね、史上初。あの、記号がね、シャープになってるんですね。これシャープっていうのは初めてですごく面白いです。日常生活でシャープを目にするのは、あの、ツイッターのね、ハッシュタグみたいな。あ、ツイッターじゃないのか。X か。うまあ、い,いんだけど。<laughs> この商品はね、あの、面白い。まずこれ元になってるのがキューブモグラと言います。 キューブモグラのこの先端はモグラのドリルになっているのが特徴。で、そこからリデコアイテムでキューブカモノハシというのが発売されて、これはくちばしがさながらカモノハシのようになっているんですね。で、今回のキューブペンギンはどっちのリデコなのかというと、そう。よーく見るとね、カモノハシの口の造形。 だから、かもの橋の違うんだよ母ちゃんですね。で、ペンギンでしょペンギンって立ってるイメージあるけど、あの、氷の上をつるーんってこう滑るよね。よーく見るとね、ここにペンギンの、あの、ヒレがあるのね。あだから、滑ってるところを模してるのかなと。しかもなんかこう、ここ見ると皇帝ペンギンみたいな感じだよね。あの、可愛らしいっていうよりは、目つきも含めて。 何て言うかなうん。まあ、皇帝ペンギンというかね、こう、戦いそうなペンギンって感じだよね。よく考えるよなだから、モグラと比べても足元の造形違う。あの、塗装がね、違うよね。こっちは、つるんって滑ってる感じ。で、これが母ちゃんのオリジナルの方です。うん。3体並べてみようか。こんな感じですね。違うんだよ、母ちゃん <laughs> こう考えると、ジ王者の問いも、 奥が深いなぁ3つ全部違いますさあというわけでね、えー、ウェポンモードに、えー、変形させましょうウェポンになりますここを起こすと手に持たせるグリップが出現しますさっき紹介したタイタンキングアンモナイトに合体させようじゃーんこんな感じですね色がブラック差し色にイエローといった感じの色味なんで他のロボットとかにもね合うんじゃないかなと思います こっちにも持たせて並べてみよう。こんな感じになります。<laughs> さっきも言ったけど、ジュオージャーの玩具奥が深いなぁ。ここまで来て、えー、っとね、まだ発売されてないというか、今後出るかはわからないけど、あとはキューブコンドルだね。あの紫カラーのやつです。今後が非常に気になります。一通りの遊びカーターは、こんな感じ。というわけで今回のパワーレンジャーアニマルフォースのキューブアンモーナイトと、 特典のキューブペンギンのレビューいかがだったでしょうか一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。そうだね、これもまた日本の、日本人の僕から見れば貴重なアイテムかなと思いますね。タコをアンモーナイトにするっていうこのアイデア、うん、これ本当に脱帽です。でもね、もうこういうキューブアニマルは、もうこういうのね、何個あってもいいですよね。<laughs> 奥が深いなと、うん、感じますね。これからもずっと大事にします 今回の動画面白かったら楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはね、どんなことでも結構です。おー、オタファー次はあの戦隊のあれをレビューしてくれとかね。アオモライトの変形面白かったねとかあ。僕はオリジナルカラーのね、ジュオージャーのやつ持ってるよとかね。ジュオージャーが好きだったとか。<laughs> などなど。どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。オタファでした